こんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。アンダルシアの白い村に住んでいるイクコと申します。この動画ではですね、スペイン鉄道のレンフェ、こちらに鉄道地図がありますので、これをどこから見れるかというのを説明したいと思います。まずアドレスバーにwww.renfe.com と入力してエンターを押してください。そうしますとこの画面になります。こちらのですね、右の上、ここのビアヘロス、こちらをクリックしてください。そうするとこの画面になります。でこちらのですね、左、ここの一番上がアベですね。こちらをクリックすると、アベのですね、こういう画面になります。で、一番上のアベ、こちらを押すと、止まる駅ですね、こちらが載っています。マドリッドからセビリア、マドリッドからバルセロナですね、ここに出ています。で、これをまた元に戻します。このビアヘルスですね、こちらに行って、今度はですね、メディアディスタンティア、こちらですね、これをクリックします。そしてここにマッパス、トライエクトスというのがあります。こちらをクリックします。そうすると右側にこのように出てきます。で、一番上にですね、アンダルシアがありますですね、これをクリックします。そうするとアンダルシアに走って、中で走ってる、電車ですね、こちら、これが線になります。ロンダですね、グラナダ、私の住んでるとこですね、アルヘシラス、グラナダ、これはここですね、グラナダ、アルヘシラス、これになります。で、この一番下、こちらにですね、ゾーナ・アンダルシアというのがあります。これの PDF、こちらをクリックします。そうすると、このように線が出てきます。地図が出てきます。ですね、アルヘシラスがここになります。で、グラナダがここです。これを少し大きくしますと、そうしますとここにロンダがあります。で、私の住んでいるところはこちらですね、コルテス・デ・ラ・フロンテラ、ここです。そのアルヘシラスからこちらですね、ボバディージャを通ってアッテケーラ、そしてグラナダ、こういう線になっています。ですのでロンダからですね、もしも鉄道でセビリアにという話になりましたら、ボバディージャで乗り換えてこのように行くという線になります。あとは特急ですね、に乗る場合はマラガからコルドバはこのように走ってます。そしてその後セビリアに行くという線が走ってますので、そうなりますとここのアンテケーラですね、ここで乗り換えということになります。これがアンダルシアの鉄道線になります。
こちらのセントロですね、ゾーナセントロ、こちらをクリックすると、今度はマドリッドを中心にした線が出てきます。で、アンダルシアじゃない地方ですね、はこちらにありますので、こちらを参考にしていただけたらと思います。以上がレンフェのホームページから鉄道線の地図を出すという説明になります。最後までご覧いただきましてありがとうございます。